はい、どうも、こんばんは、お久しぶりです。メッシーです。この動画もね、20回ぐらい撮り直してるんですよ。もう挨拶から、何から喋るのもう慣れてないし、何年も動画撮ってないし、こういう一人語りの動画ね。お元気ですか、皆さん。はい、僕は、いろいろありました。ついさっきもいろいろありました。山の中、車で走ってたら、いきなり止まっちゃって、車が。何って。宇宙人なんか幽霊の仕業みたいな感じで。しかも携帯の電波繋がんないんですよ。山の中なんで。タヌキとかシカとか、ね、イカとかタコとか出てくるんですけど、そんなところで止まっちゃってやべえと思って、通りがかった人にね、助け求めてガソリンついで、それでこぼしちゃったんですけど、これ。ギリギリ帰ってこれました。そういう、もう今やばい、焦ってた、さっきまで。多分、そういうタイミングでしか僕行動できないんで、衝動的な人間なんで、計画性がない。僕の動画投稿見ればわかるでしょ、計画性ないでしょ。卓上立てちゃったりとか。ね。で、まあ、動画をね、ずっとストップしてて、だから今後の活動について、一旦皆さん、待ってくれてる、飯田チルドレンの皆さんにも、ちょっとね、現状について報告した、させていただきたいなって。もうね、僕の動画なんて待ってる人いないって思ってたんですけど、まあ僕の動画を見てくれてる人とかと喋る機会があったりとか、スタッフの方とか話してて、そんなことないですよって、なんかファンのことをもっと大事にしてあげたらどうですかみたいなこと言われて、僕自信がないんで、自分に対して。だから本当に視聴者なんてファンなんて本当いねえっていうきっぱり言ったんですけど、それってなんか失礼かなって思ったんですよね。少しでも、待ってくれてる人がいるなら動画ちょっと回して、まあこんなことが実際あったんだよって、今のチャンネルってさ、メッシャ会長チャンネルだけどさ、石川さんとかさ、ジョレホイとかさ、いろんな人の動画使わせてもらってるじゃないですか。だからそもそも僕って何がしたいんだろうって。7年目なんですよ、 YouTube やって。で、3年前に卓球場建てて、今もう卓球場だけでやってたんですけど、動画もたまにアップするだけじゃないですか。で、自分ってそもそも何をしたくてやってたのかなって、思った時ですね、1、2年目の動画を見てみたんですよ。5年、6年前の動画。好きなことをね、もう消しちゃったけどさ、好きなこと喋ったり、ありのままの自分を伝えてたんですよね。で、今は、正直、卓球場を作った3年前から、どんどん動画投稿減ってると思うんですけど、僕も出なくなっちゃって、変なこともできなくなっちゃって、それってやっぱりお客さんの目だったり、飯田会長として YouTube をやってるんですけど、卓球場は僕の中の、飯田龍之介としての部分で仕事をしていく中で、飯田会長と飯田龍之介ってどっちが本物なのかとか、だから飯田会長の前は破天荒なことやってたんですよね。意味わかんないこと、もう嫌われることも発信してたんですけど、それをやっちゃったら、今のお客さんが見てるわけで、何あの飯田さんみたいな。怖かった自分もいたりして、そう、YouTube 上げられなかったです。その原因が、まあ、一番かな。何したいのか。あとは、本当にね、動画アップしてた時って、2、3年前が多分いっぱい、すごいピークだったんですよね、動画の再生。その時って、多分卓球場建てて、本当にお金なくて、家賃稼がなくちゃっていうので、めちゃくちゃ動画頑張ろうって感じでやってて、いつしかね、卓球場建てた時300円しかなかったんですよ。マジでこれ。クラファンのお金全部使っちゃうじゃないですか、経費で。300円しかなくて、やばい、死に物食いで働いて、まあなんとかね、今は、まあ生活できるぐらいまで、来まして、で、そう、お金もありがたいことに、困ってないんですよね。ってなった時に、なんか、あの時はガーって、満たされないからガーってやってたけど、まあお金稼げたら満たされんのかなと思ったんですけど、全然満たされなくて、そう。やっぱり YouTube ってお金で買えないものが手に入るのがやっぱ YouTube だったのかなって。視聴者の方の、まあ応援だったりとか、まあやっぱチヤホヤされるっていうのも一つ嬉しかったのかなって。ただ、YouTube は何のために、僕なんかその細かく考えすぎちゃって、なんかこうじゃなくちゃいけない、再生回数取れなくちゃいけないとか意味わかんない、そういうプライドも高くなっちゃっててね、こういう動画も上げられなかったんですよね。だからもうありのままを最初僕発信してたんで、ありのままをね、こうやって
もう伝えちゃおうと思って、まあ、待ってくれてる方がいるなら、まあ、そういう事情っていうのと、あと実際にいろいろトラブルがちょっとありました。多分病んでたんでしょうね。まずですね、ここ1年ぐらいでちょっとね、父親と大好きだったねおばあちゃんが亡くなって、そうなんですよね。卓球場も反対を押しのけて卓球場作って、親父から病院から手紙届いたんですよ。元気か、大丈夫かって。でうぜえと思って無視してたんだよね。それでパッと死んじゃって、あの時ちょっと電話できたらなとか返信できたらなっていう後悔がめっちゃ残ったんですよね。だからそっから死ぬ気で、まあ反対を押しのけてやったわけなんで、じゃあ卓球場がね、何かしらでの日本一というか世界一というか、最高の卓球場にしようと思ってね、天国に届くようにと思って、まあ、やってたんですよね。でしたら、まあ体もね壊れちゃったりとか、あとはやっぱジュニア強くさせたい強くさせたいって言って、もう無我夢中でやってたりとかしたりとか、あとは今、YouTube だったり、YouTube っていうのはミスター会長チャンネルじゃなくて、いろいろコンサル的な企画編集とか、をね今受けたりしてたりとか、いろんなビジネスの相談って、それはあんまりお金もらえないけどやったり、してます。その中で、まあちょっと一緒に仕事してる、信頼してる人にですね、ちょっとお金持ってかれちゃいまして、別に警察沙汰とか被害とか、別になんか訴えるとかないんですけど、もう持ってって返さなくていいんで、まあもう関係は切ったんですけど、そういう、なんかね、人を信じれなくなったりした時もあったりして、そう、そんな感じなんですよね。だから、なんか YouTube やる元気がなかったというか、余力がなかったというか、で、なんですけど、まあ、そんな中で、今はね、ほとんどジュニアの時間に卓球は費やしてたんですけど、まあ全国優勝させてる経験のある講師が、うちのスタッフとして加入していただくことになったんで、まあ僕のちょっと時間が、空いてですね、今後はもう動画を投稿していこうと。で、どういう動画を投稿していこうとかいろいろ考えてたんですけど、もう本当にありのままと、なんか再生回数とかにとらわれずに、もう自分の好きなことやっていこうって、思って、まあその決意ということで動画回してます。言ったからには多分やるでしょう。僕ね。で今まで、本当動画撮らせてもらって、アップしないっていうことがあって、本当に皆さんには申し訳なかったんですけど、これからね、1年前、2年前、3年前の動画がドンって上がると思います。はい。すいません、お待たせしました。で、あとね、やっぱり最近、まあ、ちょっと挑戦できてないなっていうことで、1ヶ月後に行われる、まあ、全国大会の予選、一般で出てね、なんとか代表勝ち取って、ちょっと全国大会に出てみたいなって個人で、なんか、別に、なんか一つの挑戦というか、毎日、ね、なんか、生徒には頑張れ頑張れって言うけど、自分は本当に頑張れてんのかなって、ふと思う時があったんですよね。なので、ちょっと、自分に対しての喝を入れるためでもあるんですけど、そんな感じで、まあ、試合も頑張るし、YouTube もちょっとぼちぼち上げていこうかなと思うんで、なんか、そうですね、待ってたぞとか、頑張れっていうコメントがあったら嬉しいですね。はい。もうなんか自分から逃げるのをやめたんで、皆さん楽しみにしてください。はい。さようなら。ガソリン臭いんで。はい。お疲れ様です。